妖善院聖徳4年6月3日、青年については、伊説も、は、江戸時代中期の女性。阿公事件で知られる阿公藩主、浅野長則の妻。名はと、阿久里、阿久り、阿久都とも。夫の死後、落職して、妖善院と称した。妖善院、と読まれることが多いが、これは、冷泉家の泉を税と読むことにつられた読み癖で、正しくは、 よう全員と読む。生誕の地初代貧乏国三次藩主の浅野長春の三女。父の死後、その後を継いだ浅野長照の幼女となった。母は浅野長重の娘。はじめなお姫と名付けられたが、後に栗姫、悪里姫と改名した。三次藩主の落合勝信がお月の用人としてつけられ、彼女の養育に当たった。生まれてすぐに、 はり国は公判主、浅野長則との縁組が進められ、遠方5年9月に婚約が成立、遠方6年4月9日には婚儀に備えて、長則の屋敷へ移った。天羅3年正月に婚儀が取り行われて、同年4月9日に正式に、長則室となった。子には、恵まれず、元禄8年12月に長則の弟、浅野長博を養子としていた。しかし、 元六十四年三月十四日、長典が江戸城電柱で攻撃も入り、吉良義シに人情に及ぶと、電柱抜刀の罪により即日切腹、赤江藩は海域となる。座里は十六日には、赤坂にある実家の三次朝野屋下屋敷に引き取られ、落職して、夫の母代を弔った。元赤江藩家老の大石義浦が、吉良邸打ち入りを決定すると、妖全員は、 自身の化粧量である赤穂の塩伝から上がった、雲上銀を大石に託し、彼らの生活を陰ながら支えた。キラを打ち取り五幕名により切腹となった赤穂老子の、維持たちのうち、伊豆大島へ流された吉田殿内、マセサダ八、中村忠三郎、村松正衛門の斜面運動にも尽力し、法永三年八月将軍、家綱の二十七回帰の木に前年に病死したマセを、 のぞく三名の御社を実現させた。聖徳四年、三次浅野八下屋敷で死去。去年四十一、夫と同じ江戸宝仙学寺に葬られた。開名は、妖善院伝領、明正澄大師。生まれ故郷の三次の大鳥源寺に、妖善院を供養した五輪の威発塔がある。今日の南部坂妖善院は、浅野長典の切腹以降、 実家のビンゴ3時半判定に引き取られていたが、打ち入り直前に、赤黄半家老の大石義雄が、赤坂、南部坂の妖善院の元に赴くという、南部坂行きの別れは、講談、人形浄瑠璃、歌舞伎などの原独赤黄事件を題材にした、創作作品によく描かれるシーンだが、事実ではない。朝の家会議後に、大石が妖善院に配慮したのは、 打ち入りからだいぶ前の元六十四年十一月十四日の一度のみだった。これは、大石が、養善院の結婚時の持参金を、朝の家の加盟最高や打ち入りの運動資金として、使用し、打ち入り直前にその収支決算書を、養善院の容人、落合勝信に提出したことが元になっているようで、ある。打ち入り前夜に、これらの書類を、大石義雄の命で届けたのは、後世に、 義牧と呼ばれた、近松行主家の家牧の神座不老である。妖善院の青年、京年については、阿公義氏辞典の浅野長則年譜、平尾古城、人間阿公老子、また、妖善院の墓所の仙学寺も京年四十一節で、遠方二年生まれということが定説となっている。これに対し、赤保大石神社の宮司を務め、阿公義氏研究者でもあった、 い尾忠氏が遺説を紹介している。い尾によると、前朝の家の記録で、朝の宗家に伝わる三次文家再備録では、妖善院は、漢文9年生まれであるという。これが正しいとすれば、妖善院の去年は46で、夫の長乗とは2歳違いである。他の義士研究団体、中央義士会もこの説を踏襲している。ありがとうございます。